ーはレゴフレンズ知ってますか？知ってる人。はい、みんなありがとう。テレビアニメも放送していたわね。レゴフレンズは日本だけでなく世界中の子供たちにも親しまれているのよ。フレンズの仲間、アンドレア、ミア、オリビア、ステファニー、エマの女の子5人組がハートレイクシティで活躍するお話よ。ほら、あそこにフレンズのフィギュアがあるでしょ。今、女の子の間で人気があるのよ。そして私たちはフレンズの仲間、ミア、オリビア、ステファニー、アンドレア、エマのお友達なの。私はアンドレアと一番仲がいいかな。私はエマかな。その間、ハートレイクで部長の絵を一緒に描いたの。私はみんなと仲良しだけど、そうね、シーって言えばステファニーかな。一緒にお菓子を作ったわ。私は断然ミアだわ。ハートレイクシティには乗馬のできる場所がたくさんあるの。そうね、私はオリビアかな。この間もバスケットボールが苦手だからって一緒に練習したわ。あっ、私たち自分たちのこと紹介するの忘れちゃってるわね。私の名前はトア。私はユウ。私の名前はミユカ。私はユリア。そして私はユイ。読み方だけだとわからないけど、全員漢字にすると友達の友、ユウって漢字が入っているの。今日はレゴフレンズの代わりに私たちがダンスを踊っちゃおうと思うの。そしたらもっとレゴフレンズのこと知ってもらえるでしょ。さあ早速踊っちゃうから最後まで楽しんで。踊った後はあそこのフィギュアの前で私たちと一緒に写真を撮りましょう。And we fall, and sometimes
気に入って